ソラ君本気？そうかな。さすがね。最初に会った時から侮れない存在になると思ってたわ。ソラに一任してソラがそう決めたんだからいいんじゃねえか。俺は絶対自分からその名前名乗らないけど。まあ本当のところ最初からどうでもよかったね。じゃあバンド名はエムッコクラブってことで、オーディションの時間までもう少し練習しましょう。ソラ君本気？さすがソラッチ、よくわかってるね。せめて500万よこせず M で。だから M アピールは足りてますから。んじゃバンド名は正式に500万よこせずだな。まあ名前よりも何を演奏するかが大事ですから、オーディションの時間までもう少し練習しましょう。ソラ君本気？ああそうだった。そうね、私も意義ないよ。ま、私の意見も入ってるからそれでいいわ。じゃバンド名は正式にオツージーズだな。晴れてバンド名も決まったところで、オーディションの時間までもう少し練習しましょう。なんだ答えられねえのか。優柔不断な男はモテないね。要するに3つのうちのどれもソラ君の気に入らなかったってことだよね。ちょっと普通すぎないかしら。いいんじゃねえか、よろずやの宣伝にもなるかもしれねえし。ああ、私が否定意見を言ってから賛成意見を言うなんて仕打ち攻めね、銀さんたら。何でもそういう方向に結びつけないでください。私、よろずや銀ちゃんバンドでいい思うあるよ。まあ確かにシンプルな名前が一番かもね。じゃあバンド名はよろずや銀ちゃんバンドってことで、オーディションの時間までもう少し練習しましょう。